はい、皆様こんばんは。ようこそ聖霊とリバイバルというクラスに、出席してくださいました。ではお祈りで始めたいと思います。お祈りします。天国のお父様、このとても大事な大事な、話題ですが、聖霊様に対する罪、今日勉強します。どうかはっきりと、教えてください。私を通して、一人一人御言葉の、真理を学べるようにお願いします。主イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。では第三課、第三課ですね、教科書ノートの第7ページ、聖霊に対する罪ですね。Okay。 聖霊に対する罪、いろいろ人間は犯してます。未信者も犯している、また信者も犯している罪がありますね。じゃあ、まずはじめにというところをご覧ください。すべての罪は神に対する罪です。しかし、聖霊に対する罪は重いです。なぜなら、聖霊は心に住む方ですから、最も親しい関係です。人間とね、最も人間と神様と最も親しい関係ですね。そして聖霊は、ものではなく、性格を持たれる神です。ね、ただの影響とか、そういうものじゃなくて、本当に神様ですから、神様のご性格の一つですね。ヨハネ伝14章です。ヨハネ伝14章。6と17節ですね。お読みします。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主、これを慰め主と翻訳できます。どっちでも同じ言語からできます。助け主をあなた方にお与えになります。その助け主はいつまでもあなた方と共におられるためです。この方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。じゃあ、いろいろ教えてくださる方とありますね。この方という翻訳ですね。この中の御霊というのは単なる、まあ、霊という翻訳できますけど、ギリシャ語にはね、敬語はないですからね、敬語は全然ないですけど、翻訳者、日本語の翻訳者はね、日本語の聖書の翻訳者はここで苦労したと思いますね。ただ霊と翻訳すれば、日本人にとってこれは幽霊という気持ちになるかもしれませんね。それを聞いて、何の霊ですかと思うかもしれない。御霊とその御をつければ、それはやっぱりじゃあ肩であると、敬語をつけて肩であるという意味はなるから、御霊という翻訳出ましたね。多分これは元訳聖書からだと思いますね。御霊ですね。しかしこれは日本語になっていないです、実は。御霊という日本語 の, こういう敬語の御と玉、霊という日本語はなかったんですね。聖書だけですけれど、とてもいい訳だと思いますね。神の霊とかそう訳すればちょっと意訳的になるしね。聖霊様は素晴らしい神様です。性格を持たれる神ですね。さて、この方に対する罪はどんなものですか？人間は聖霊に対してどんな罪を犯しますか？ローマ数字の1、聖霊に対して未信者の罪、イエス様を信じない人の罪は何ですか？まず、聖霊に対する失礼。
ですね。失礼します、人間はね。ヘブル書10章29節、ヘブル書10章29節、お読みします。まして神の御子を踏みつけ、自分の聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。これはイエス様を信じない人、聖霊様を優しく引き寄っておられる時、いや信じたくないということ、これは聖霊に対する大変な失礼ですね。神様もお悲しみになるんですね。だから人間はイエス・キリスト様を信じないと失礼です。本当の失礼です。これ僕不思議と思うことは、日本人はとても礼儀正しく丁寧な国民ですのに、神様に対する失礼を考えないですね。一般の日本人、信者もそうですね。まあもちろん私もアメリカ人として、アメリカ人は考えあまり考えないですけど、失礼できます。侮ると言いますね。聖霊に対して侮る、ね、本当にこれは危ないことです。救いは聖霊の導きを通して、聖霊の影響、聖霊の働きですから、聖霊を侮ってしまうものはやっぱり出て行け、信じたくないと言ってますからね。ルカ伝18章、ルカ伝18章32節、18章の32節、ルカ伝ですね。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、これじゃないですね。前もって調べた方がいいですけどね。ごめんなさい、なってないですね。まあとにかくヘブル書だけでわかるでしょう。聖霊様に対する失礼ができます。侮ることができますね。 B、 2番目の罪、聖霊を怒らせること。詩編78編、詩編78編40節読みたいと思います。行くたび彼らは荒野で神に逆らい、荒れ地で神を悲しませたことか。まあ神に逆らいということです。あとで神様を悲しませることについてお話ししますけれど、聖霊様は怒るんですね。人間は、神に逆らうから聖霊様は怒りになりますね。で C、 1の C、 聖霊に反対すること、これも罪ですね。人の働き7章、人の働き7章51節から、57節まで、人の働き7章51節からお読みします。かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼は正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方が、この正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、
それを守ったことはありません。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。そしてしかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるかのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そしてステパノを殺しましたね。聖霊様ははっきりと働いておられます。彼らの中で聖霊様は働いておられますね。しかし51節によると聖霊に逆らっているのです。聖霊に敵対するんです。逆らってます、反対してます。人間はね、それは特に未信者だから、聖霊の優しい働きは心の中で信じさせようとしてますね。ですからもう本当に危ない罪です。聖霊を怒らせて、聖霊に反対して、聖霊に逆らっては、救いが来ないです。6章、人の働き6章10節、しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。対抗することができなかったけど反対してはいたと思いますね。対抗するできなかったというのは答えは出ないんです、ね、これ違うと思うけど何を答えばいいかって分からないんですね。こういう形ですけど、知恵が知恵が彼が知恵と御霊によって語っていた。我々クリスチャンは聖霊様に満たされて、聖霊様の力によって証しするときに相手はこう受け入れてくれないと、これは聖霊に対する罪ですね。まあここに書いてないですけれど、他の罪いくつか想像することできるでしょ。聖霊を無視すること結構あるでしょうね。聖霊の御声は心の中に響いているけれど、教会に行きなさい、信じなさいと、このクリスチャンが言っていることは正しいですよと聖霊様は語っておられるけれど、それを無視して自分勝手な道を歩むこと、これは結構こういう、未信者いますね。信じたくないから自分の道歩みたいですからね。一回ちょっと笑い話がちょっと悲しいという時ね、僕は一回もう横浜である婦人の方に、証しをしてました。そして聖書を使って、そしてその聖書、その当時ね、私の使ってた、個人伝道方法はローマ人への手紙で Romans Road と言われて、 Romans Road ではまず、5章で、私の使っているのはちょっとアメリカと違うんで、まずどこが先だったかな、1章、まず、3章10節で、こういうふうにこれを読んで、それからその次の箇所の住所を書くんですよ。で3章10節読めば、その上に1章28節と書いてあるから、こういうふうに、使ってて箇所してました。そして相手はそれを面白いと思って、私の言ってることに全然無視して次のはどこ、ここに書いてあるよとかね、こう言ってて、ちょっと笑うけど、いやでもちょっと悲しみですね。その方はないように全然耳を傾いてくれないんですね。キリストは彼女を愛してると、神様を愛しててイエス様を使わせてくださったこと、これを無視してました。それよりこの変な外人の聖書の読み方に注目して、大事な大事な話を忘れてしまいましたね。人間はよくそうしますね。神、聖霊様を無視しますね。ローマ数字の2の方に行きましょう。ローマ数字の2は
聖霊に対する冒涜。これはとても複雑な、勉強ですから、ローマ数字1の D としてリストしなかったんですね。ローマ数字の2の全部は聖霊に対する冒涜ですね。まずローマ数字の2の A、 パリサイ人は、冒涜をした。パリサイ人はこの冒涜をしましたね。マタイ伝12章、ちょっと長い箇所ですけれど、とても、興味深いで大事な箇所ですから全部読みたいと思います。マタイ伝12章22節から37節まで。マタイ伝12章22から37までですね。これは聖霊様の冒涜ですね。お読みします。その時聖霊は、ちょっと待ってください。その時悪霊に憑かれた、目も見えず口も聞かない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その推しは物を言い、目も見えるようになった。群衆はみんな驚いていった。この人はダビデの子 なのだろうか。これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。イエスは彼らに彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪も召して争えば争うたれ、どんな町でも家でも内輪も召して争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。またもし私がベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の御霊によって悪霊をも、どもを、追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするのなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。だから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らうこと言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、誰であってもこの世であろうと次の来る世であろうと許されません。気が良ければその身も良いとし、気が悪ければその身も悪いとしなさい。気の良し足はその身によって知られるからです。マムシの末たち、お前たちも悪いものにどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることがことを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すから出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によってよるのであり、罪に定められるのでのもあなたの言葉によるのです。じゃあこれは、有名な箇所、聖霊に対する冒涜の箇所ですね。まずパリサイ人でしたね。
で、ローマ数字の2の A の1、その冒涜のきっかけになったこと、事件は、イエスが悪霊を追い出されたから、イエスがメシアではないかと民は言っていた。ね、22と23節では、ああ、素晴らしい、この方、このイエスはキリストではないか、だって悪霊を追い出してるんだから、すごい力だとみんな言ってました。これを聞いたパリサイ人たちは怒って、そんなはずはない。この人はキリストではないと私たちは分かってる。で、彼やってることは神様からの力じゃなくて、サタンからの力。これを考えてみると愚かな考え方ですね。サタンはサタンを追い出すことですかということですね。だからイエス様はもう本当に鋭い、もう頭いい、もう素晴らしい令和で、サタンはサタンを追い出すか、人は家に入って略奪すれば、まずその持ち主を、ね、その家の主人をまず縛っておかないとできないですとね、だからイエス様はサタンを縛って悪霊を追い出したという結果になりますね。これを聞いたパリサイ人でしたね。答えはできなかったと思いますね。イエス様の論理はあまりにも、もう合ってると思いますね。この2の A の2、その冒涜とはイエスの悪霊を追い出されるための力が悪魔から来たということであった。22節から24節まで。じゃあ悪魔の力で悪霊を追い出していると、これは聖霊に対する冒涜です。なぜですか？聖霊様の働きは悪魔の働きだということになりますからね。ヤホバの証人はそう言うんですね。ヤホバの証人はヤホバの証人以外、サタンはみんなの中にいると教えます。横浜の教会ではもう18年前くらいかな、2人の、方は、姉妹2人はね、来るようになりました。で、お姉さんは、前は、日記の教会の会員で、もう割としっかりしてる、まあ、日本人から見れば一般的なクリスチャンで、別に変な方じゃなかったんですね。妹の方は、ヤホバの証人にしばらく入って、その組織に入って、そしてそれによっていろんな間違った教理を学んでました。で、この方は、エホバの証人を出て、お姉ちゃんと一緒にうちの教会に来るようになりました。そして、あまり長い間、うちの教会に来なかったから、カウンセリングしたかったんですけど、できなかったんです。妹の方は本当にカウンセリング必要でした。一つは、エホバの証人によると、エホバの証人じゃない人はみんな悪霊が入っている、サタンが入っていると教えですから、この方は恐れに落ちてしまいました。落ち込んでました。本当に落ち込んでました。買い物に行くとき、レジの方はサタンが入っていると。どこに行ってもこの方、サタンが入っていると。こういう考え方になってしまって、お家を出かけることは怖くなりました。だから家に閉じ込めて、もうお出かけはした。これわかるでしょ、こんな気持ちね。だから聖霊様はそんな罪を犯してました。こう聖霊様の、エホバの証人は聖霊様、周りの人たちは、クリスチャンも聖霊様じゃなくて悪魔が入ってるから、クリスチャンの言う言葉を悪魔が言うんでしょうということで、やっぱりこの聖霊の冒涜、みんなじゃないと思いますけれど、エホバの証人みんなそうじゃないと思いますけれど、その方はそうでした。そのエホバの証人の、王国会館はそう教えてましたね。じゃあキリストの返事は何でしたか。2の B、 キリストの返事、24節から37節までありましたね。まず1、例えによる返事をされた。自らの力で自らを追い出すことはできないという返事ですね。これ簡単で本当にすごい言葉ですね。
もう一言でパリサイ人たちの言うことはダメだとみんな分かったと思いますね。でパリサイ人もこの後で答えませんでした。37節までイエス様をお話ししてパリサイ人たちは答えられませんでしたね。イエス様の論理はいつもそうですね。 2B の2、しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのならもう神の国はあなた方のところに来ているのです。そんなに力あるとしたらじゃあすごいですね。イエス様はやっぱり聖霊の力によって悪霊どもを追い出してましたね。私たちもできます。21世紀の私たちクリスチャンも悪霊はまだ活躍しているけれど私たちは神の力によってもし本人人間は追い出してほしいなら私たちはその追い出す力もあります。私は経験ないですけれど私の知っている人は経験ありますね。聖霊様の力はこの世の力、悪霊のどの悪霊もサタンのよりもはるかにすごく強いですね。 3B の3、自らの力で自分を追い出すことができないのでイエスの味方ではないものはイエスに逆らっている。30節もう一度読みたいと思います。30節もう一度読みましょう。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは誰であってもこの世であろうと次の世来る世であろうと許されません。この箇所で許しのない罪と呼ばれています。じゃあ12章、マタイ12章の30節でしたね。12章の30節じゃないですか。今32節の、あ、そっか、はい、あ、そう、30節、私の味方でないのものは私に逆らうものであり私と共に集めないものは散らすもの、そうですね、散らすものですね。じゃあ神、イエス様の味方じゃないとイエス様に逆らうものですね。しかし今読んだところね、も大事だと思いますね。許しのない罪はその31節から、言いますね。その冒涜は許されません。その今読んだところどこでしたか。この世であろうと次の世であろうと、32ですね。聖霊に逆らうことを言う者は誰であってもこの世であろうと次の世であろうとの来るようであろうと許されません。だから許しのない罪クリスチャンは犯すことができません。クリスチャンはもう許されていますから、そして聖霊は心の中に住んでおられますから言えないんです。聖霊様のに対する冒涜はできないんです、ね、クリスチャンは、ですから安心してください。この罪怖いと思うクリスチャンも安心してリラックスしてください。聖霊様は守っておられます。心の中に住んでおられますから、聖霊様は、助け主ですね。そういう罪を犯さないように助け主です、ね、そして私たちはもう許されているから、許し、私たちの罪全部許されているということですから、この罪を犯すことはできません、ね、クリスチャンは。これはここもやっぱりパリサイ人、このパリサイ人たちはクリスチャンじゃないです。イエス様を信じていないです。全くイエス様に逆らっているんですからね。この罪を犯す者はイエス様に逆らう者ですね、今もそういう人います。もう結構もうインターネットでそういう人たくさん出てきました。インターネットちょっと出ていけば、例えばね、msn.com というところに行けば、いろんな会話できますね。で、その会話の中でキリスト教についてだったら、必ず未信論者とか、イエス・キリストが嫌いな人とか出てきて、お前バカだ、こんなキリストを信じてとバカだとか言うんですよ。ね、また、amazon.com、本を注文できる、
Amazon.com は、最近そういうあの会話できる、ところがあって、その中にの本当にクリスチャン大嫌いな人が出てて、そしてあのやっぱり聖霊の冒涜をするんですね、こういう人たくさんいますね、この C、2の C ご覧ください、キリストに導いてくださる方は聖霊しかおられないので、御霊に対する冒涜は許しのない罪である。許しのない罪とは、これは引用してますね、あの聖書の辞書、イエス・キリストご自身とキリストの技に関して聖霊の証を決心して最終的に拒む罪であろうという、メリル・テニーという、学者は書きましたね。あのこれちょっと考えてほしいですね。まずイエス・キリストご自身とイエスの技に関してですね、イエスの技に関して聖霊の証を決心して、わざとですね、心の中に決心して、こんなこと反対すると逆らうんだと決心して最終的に拒む罪であろう。だから最終的にもう信じるチャンスはないです。聖霊様に逆らって聖霊様は来ないように決心するようにすると信じることはもうできません、19世紀の一人の有名な、無神論者、あのたくさんキリスト教に反対する本を書いた人です、その人は、死んだ時にこう叫んだそうです。ああ私は地獄行き、誰も私助けることできない、ね、もう信じる気持ちがあってもできないんです。聖霊に逆らって聖霊の冒涜を言いましたから、最終的ですね、最終的に決心してダメだということですね。ローマ数字の、2の D、7ページの下、この聖霊に対する冒涜は神に裁かられる。神は裁いてしまいますね。36と37もう一度読みたいと思います。私はあなた方にこう言いましょう、人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。言葉は大事です、大事ですね。あのパリサイ人たちの言葉は心の状態を表しています。心状態を表して、私は信じない、聖霊に逆らう、キリストに逆らう、キリストはダメだという言葉で、こう本当に、態度は分かるんですね。言葉はとても大事です。Okay、次のページでは、ヨハネ伝3章18節ですね。ヨハネ3章18節。裁きについてですね。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。もう裁きは来ました。私たちはイエスを信じて裁かれてないです。裁きは来ないです。罰はないです。死んだ後、イエス・キリスト様の御座の裁き、キリストの、御座の裁きの御座の前に立つんですけれど、それは罰を受けるためじゃないんです。第一コリントですか、その裁きの座、キリストの裁きの座は、報いを、良いことをしましたから、これおめでとうございますと、イエス様は言ってくださるだけです。ね、
イエス様の御前に立って信じてますか？はい、信じてます。じゃあこんな罰すれば終わりとじゃないんです、ね、でもイエス様を信じない者はすでに裁かれています。36節、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。神の怒りがその上にとどまる、ね、神様は罪に対して怒っておられます。怒っておられます。神は罪が大嫌いです。罪のまま死ぬ人は、裁かれていますね。では、これからローマ数字の3、聖霊に対して信者の罪。いやー、このリストは未信者の罪より長いですね。我々信者はイエス、聖霊様をたくさん、聖霊様に対して罪を犯しますね。本当に悲しいことですけれど本当です。まず聖霊のに嘘をつくこと、人の働き五章ですね。人の働き五章三節と四節。これは、この事件はね、教会はまだ若い時に赤ちゃんでした。教会はまあ赤ちゃんでした、始まったばかりで、エルサレムの教会は始まったばかりで、こんな事件があったんですね。五章の三節と四節を読みします。そこでペトロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺き向いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのですではないか。なぜこのようなことをたくらんだのか。あなたは人を欺き向いたのではなく、神を欺いたのだ。じゃあ、聖霊を欺いてと書いてありますね。つまり、聖霊様に嘘をつくんですね。考えてみると、これは愚かな、どんなに愚かか。ね、分かると思いますね。神様は全部ご存知ですから、神様に嘘を言っても神様にとってもう明白で、もう隠れることできないんですね。まあ、これにアナニアと、奥さんねサッピラは共に、献金して、もうバルナバのこと、その4章の36節7節読むとね、ギブルス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めのことを呼ばれているヨセフも、畑を売っていたので、それを持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。こんな素晴らしい献金したとアナニアとサッピラを見て、はい、みんなバルナバを褒めてるな、私たちも褒めてほしいなと。じゃあ、土地あるから、ちゃん土地を売って、そしてその献金しましょう。いや、でもあなたちょっと多すぎるんじゃないですか、教会はそんなお金いらないでしょ、でも褒めてほしいでしょと。いや、こうしましょう、半分自分のものにして、あとの全部を献金して、そして全部献金したと、ちょっと小さな嘘だから大丈夫じゃないかと、小さい嘘を言ってみましょうと。で、しかしペトロは聖霊様に満たされて、あなたたちは私たちに嘘を言ってるんじゃない、神様に嘘を言ってるんですね。そこまで教会は大事でしたという教えですね。で、なぜこれを見るとね、その時からたくさんの人は同じような罪を犯してきたと思いますけれど、この人たちだけが死んだということはなぜかというと、教会は新しいです。本当にその最初の最初の教会を清く保たれないと大変なことになるでしょう。だから神様は、そのすごくエルサレムの最初の教会ですね、すごく大事にしていたと思いますね。
ですからそのアナニアとサッピラ2人とも死んでしまいました。今2009年ですけれども、2009年に聖霊様に対して嘘を言ってしまえば、これで死なないかもしれませんけれど、とても悪いことですね。死なないと思いますけれど、人生にいろんな苦難は、いろんな試練は来ると思います。そうすればね、また不祝福はなくなると思いますね。はい、じゃあ B、 2番目、聖霊を試すこと。聖霊を試すことどういうことですか。5章の9節、今度はね、奥さんの方、サッピラの方が入ってきてね、実は 7節から読みましょう。7節から9節まで。3時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペトは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか。私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。そこでペトロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペトロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちには非常な恐れが生じた。だからこの事件はね、神様から見ると神を恐れなさいというためでしたね。前の時代ね、ユダヤ人の時代では、旧約聖書時代ではやっぱり何回も神様は同じことを行ったでしょ。アラノで文句を言った、肉欲しいと言っているユダヤ人たちに神様は疫病を与えられたんですね、送りましたね。それからもういろんな時にね、文句を言ったり、もう偶像崇拝をしたりする人たちね、例えばね、モーセはシナイ山に登ってそこで十戒を受けた時に、神様からいただいた時に、イスラエルたちは、偶像崇拝の罪を犯しましたね。その時も疫病が来ましたね。それはなぜですか。神様は聖なる方ですということを教えるためです。新約聖書にこの事件も同じ意味ですね。神様は聖なる方ですから、教会も聖なるところですね。ですから本当に大事な大事なポイントですね。まず、ご主人の方は、夫の方は聖霊に嘘をつきました。聖霊を欺いたということですね。それから奥さんに入って聖霊を試したんです。試すことね、だから例えばね、僕はテネシー州に、自分のアメリカのテネシー州に帰って山の方に行けば山の地方ありますよ。山の地方に行って、そこに田舎に行って小さい教会を見つければ、その中に入ってこういう儀式あります。テネシー州の山の教会、全部じゃないですけど、こういう教会あります。蛇を持つ教会、英語でスネークハンドリングチャーチ、蛇を持つ教会。この儀式というのは毒蛇ですよ、ガラガラ蛇と言いますね、ラットスネーク。ガラガラ蛇は、尻尾に子供、赤ちゃんのガラガラするおもちゃみたいな音を出すんですよ。本当に見たことありますよ。カチ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 、こういう音。それを聞けば、テネシー州でそれを聞けば逃げましょうね。毒蛇ですよ。この教会に入ってこういう儀式あります。だってローマ、まあ、決して聖書に箇所がないということじゃないでしょ。マルコ伝16章では、あなたは蛇を取るが、無事という箇所あるでしょ。ちょっと見てみましょう。マルコ伝16章の、
大命令の後ですよ。16章の大命令ですね。15節から、18節までですね。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。イエス様の言葉はここで終わらないんですね。16、17も大命令、18節までは大命令ですね。信じてバプテスムを受ける者は救われます。しかし、信じない者は罪に定められます。信じない者は、救われないです。信じる者は救われる。バプテスム、信じる者はバプテスムを受けるね。バプテスマンは救いじゃないですね。じゃあ17節。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ。このところですね。たとえ毒を飲んでも、決して害を受けず、また病人に手を置けば、病人は癒されますね。ここですね。蛇をつかみ。これは一人、聖書の中の人の働きの中の一人は実際にそうしましたね。誰ですか？パウロが蛇をつかみ、噛まれたけど、蛇は炎に落ちたんですね。もうこの蛇をつかむ教会ですね。なぜそんなことをしますかというと、それは信仰を表すためです。神様は守ってくださると思いながら、これは神様を試すことです。いけませんね。本当にいけません。で、まあ、偶然に伝道しながら蛇に噛まれたなら別の話ですね。それは神様を試すことじゃないですね。じゃあ時間はだんだんなくなってますから、C、聖霊を無視すること。使徒の働き19章2節。聖霊様を証ししなさい。あの人に証ししなさい。あの人のトラクトを開けなさい。あの人を教会に誘いなさいというとき、どうですか？19の2節。信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることもは聞きもしませんでしたと答えた。聖霊いるのかということ、聖霊を無視してましたね。D。聖霊を悲しませること。これは非常に大事なポイントですね。エペソ書4章30節。エペソ書4章30節。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝利を押されているのです。やっぱり証ししないクリスチャンは聖霊を悲しませます。神様の奉仕をしないクリスチャンは聖霊を悲しませます。聖霊はこれから導いてるからね。はい、教会に来なさいと、やだ教会に行かないと、これは聖霊を悲しめることになりますね。だから聖霊の導きを、聞かないで聖霊にを無視することとかね、これ聖霊を悲しませると思いますね。聖霊を消すことですね。第一テソロニケ書5章19節。簡単な箇所ですけれど意味深いと思いますね。御霊を消してはなりません。それは何ですか？消すこと。これもまた聖霊の声をこう黙らせるんですね。例えばじゃあペティ、家内のペティはこれからじゃあちょっと お話ししてくれるから、私は家内を消す。いいですか？ OK, just start to ask me something, OK? John, I wondered if you... いやダメだ、もう聞きたくない。John, I want... いやいやダメ、もうダメ、うん、聞かない。これは聖霊を消すことですね。聖霊を話そうとしている。聖霊様は決して大声をお話にならないんですね。心の中の小さい声です。証ししなさいと。いや、恥ずかしい。これは聖霊を消したことですね。
じゃあ F3 の F 聖霊の技を信者が自ら、することですね。1聖霊の導きに頼らずに自らの道を決めること、それはダメですね。聖霊の導きに従いましょう。他の大人の信者の人生を支配しようとすること、ね、聖霊様は導いてくださいますけれど、私はいや私に聞きなさいよ、もう聞きなさい、もうくせこうしなさいと他の信者を支配すること。牧師だってね、ペトロによると牧師は支配者じゃないです、ね、牧師も支配してはいけないね。そしてさ、人間の力で神の奉仕、特に伝道をすること、やっぱり、自分の力で聖霊の力を無視して自分の力を伝道しようで伝道しようとすること、これはいけないですね。最後に、クリスチャンは許しのない罪を犯すことができますか？いいえ、クリスチャンのすべての罪は永遠に許されています。詩編103編さん、今読む時間ないですけれど、後で自分で読んでください。10節から12節。ですから自分の永遠の命を心配する必要はありません。しかし一日も早く自分の愛する人々をイエス様に導きましょう。そういうふうに聖霊様を消さないで、聖霊様の力を受け入れて、聖霊様の導きによって証しをしましょう。ではお祈りをさせていただきます。天国の愛するお父様、私たちを本当に聖霊を消してしまう時が多いと思います。ぜひ私たちは聖霊様の導きに従って、いつもいつも素直にあなたについていけるように助けてください。聖霊様を感謝いたします。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。